皆さんこんにちは、お元気でお過ごしでしょうか。今日は膣の引き締め器についてお話をさせていただきます。つまりレーザーとか超音波の機械っていうことなんですけども、そもそもですね、膣が緩むっていうのはどういうことなんでしょうか。それはですね、この図をお見せしますね。ここに骨盤底筋という筋肉があります。この筋肉が弱くなってしまうと、膣を引き締める力が弱くなってしまって緩んでしまうんですね。膣が緩むとどんな症状が出るかというと、まずは締まりが悪いので、セックスの時に満足度ができないとか、お風呂に入ってお湯から出た時にお湯がタラタラと漏れたりとかですね、あとは膣からおならのような音が出たりとかですね、おしっこが近い、尿漏れがする、そんな症状が出るわけなんです。でそれに対して今はさまざまな医療機器が出ています。こちらですね、お見せしましょう。いろんなものがあるんですけども、炭酸ガスレーザー、ヤグレーザー、高周波、超音波と HIFU、こんだけのものがあります。それぞれについて、モナリザタッチがあったりとか、インティマレーザーだとか、いろんな機械が今出てるんですよね。まずモナリザタッチから説明します。これ炭酸ガスレーザーというものになります。膣や外陰部に炭酸ガスレーザーを当てます。膣粘膜や外陰部の線維化細胞が活性化されて、新しいコラーゲンが生産されて、血行が良くなって代謝が高まることで、潤いに富んだ厚みのある粘膜が生成されます。これすごいいろいろなデリケートゾーンの不快感が改善します。隣、インティマレーザー、これ同じレーザーでもヤグレーザーというものになります。このヤグレーザーというのは炭酸ガスレーザーの3分の1の波長で行うので、ダメージが少なくって皮膚表面にも使用することができます。ですがその一方でモナリザタッチに対して少しだけ効果が緩やかです。レーザーではなくて高周波で治療するビビーブというものもあります。高周波で治療することでコラーゲン生成を促して膣の緩みを解消します。そして超音波や高周波治療のウルトラベラというものもあります。超音波で粘膜下まで届くピンポイントで照射して、65度から70度の熱凝固を多数作ってコラーゲン繊維を即座に収縮させる。ちょっと難しいかもしれませんので、じゃあ実際には何に効果があるか、じゃあ次に行きますね。この今の4つの機械を表にしてみました。炭酸ガスレーザー当てるんだとか、高周波当てるんだとか、いろいろ方法は違いますけれども、効果に関しての一覧表です。緩みに関しては全ての機器がこれを使いますよね。で性交痛に関してはビビーブという高周波を当てるものに関しては効果はありません。美白効果に関してはインティマレーザーが一番優れているというふうに言われています。また萎縮性体腺といって、外陰部の皮膚が乾燥感からひどい湿疹になってしまうことがあるんですが、ひどいかゆみに対しての治療はインティマレーザーとモナリザタッチが有効と言われています。尿漏れに関しては緩みと同じように、全ての機器で有効というふうに言われています。それから、実費なのでですね、これらの機器っていうのは、例えばモナリザタッチであっても病院によって治療費が全然違うとか、あとはインティマレーザーとモナリザタッチだと費用が全然違うとか、実費保険診療が効かないので病院によって値段がまちまちなんですね。それに関しては事前に病院で確認されるといいと思います。くしゃみをしたりとか咳をするとおしっこが漏れるってことってないですか。これって出産経験のある人って結構ほとんどの方が起こる症状なんですよね。
なぜそんなことが起こってしまうかというと、これですね、骨盤底筋ってすごい大事な筋肉なんですけど、ここの筋肉がやっぱり弱くなってしまう。出産のダメージとか、あと花粉症でくしゃみ連発とか、あとは、そうですね、力を入れる仕事をしているとか、そんな時に骨盤の筋肉が弱くなっちゃって、それで、腹圧性尿失禁といって尿漏れが起こることがあります。じゃあこの治療なんですけども、何をすると一番いいかというと、やはり膣トレなんですよね。膣トレって最近では一般的になってきましたけれども、膣を締めて骨盤底筋を強くするという治療になります。なかなかそのどうやって膣を締めるかっていうのが分かりにくい人とか、できない方もいらっしゃるので、今はAmazonなんかでも膣トレで検索すると、こういうねトレーニングボールがすぐ検索されます。値段もそんなに高くないですね。3000円ぐらいですかね。これを実際に膣の中に入れて、で普段の生活で膣の中にこの膣トレボールがあることを意識してグッと締めるっていうやり方もありますし、締めることそのものがちょっと自分ではわからないなっていう人は、まずボールを入れて、でこれをこう指で引っ張るんですね、膣の中に入れたまま。でボールが抜けないようにとにかく力を入れる。それで掴む感じを覚えておくとか、実際に指を膣の中に入れて指を締めるということをやってみるっていうので、締める感覚を学んでいかれるといいと思うんです。でまたそういったトレーニングをして尿漏れとか改善する方もいらっしゃいますけれども、それでもやっぱり改善しない場合には、やはりレーザーを当てたりして治療することがあります。さっきお見せしましたけども、尿漏れに関してなんですけれども、さまざまな機種がある中で、一応全てのこう機械ですよねが尿漏れには改善効果があると言われていますので、いろんな病院のホームページなんかを見て自分に合ったものとかをこう調べていくといいと思います。でそれでも尿漏れが改善しない場合には、ベータ受容体遮断薬っていうお薬もあるんですね。だけどもこの腹圧性尿失禁って年齢とともにだん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 悪化をしていきますので、ずっと薬を飲み続けないといけないので、私は膣トレを一生懸命やるのがベストだというふうに思っています。それでも尿漏れが改善しない場合には、最終的には手術を選択するんです。で手術っていうとお腹切ったりとか入院1週間っていうイメージがあるじゃないですか。でも尿漏れの手術っていうのは至ってね、すごくお腹も切らなくて済んで、術後も痛くなくて、入院期間もとっても短い手術になります。ちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、このようにですね、尿道、これは尿道なんですけど、尿道の下にテープを通して尿道を少し引っ張り上げるような手術ということになります。これ手術後も痛みもありませんし、どうしても尿漏れが改善しない場合には、きちんと最終的な救済手術はあります。